おはようございます、はい、今日は有明アリーナで、ね、W リーグオールスター2022-2023の試合が行われるんですけども、それのねオープニングの方でパフォーマンスをやるということでやってきました。ありがとうございます。でかいね、まだ入ってないけども雰囲気が醸し出してるんで、ここでバスケットボールドーンと、ね、響かしてみんなの心をドカーンと上げていきたいなと思います。すげえ中二病みたいな言葉ばっかりで語彙力がございませんが、今日も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。地道なんですということで、本番終えて今控室に帰ってきました。いや、ほんとね、始まる前こうまずバスケドラムをこの規模感でやったことがないのでかなり緊張しまして、もう珍しくもうはぁってなってましたね。多分ね、分かってると思うんだけどもうやばかったけど、まあ本番前ぐらいからやっぱりこうプロのパフォーマーとして来たんで、まあその辺はね切り替えれるんで。ただね、終わった後のこのやった感がすごいね、もうでノーミスでいけたので、ちょっとぐらいはね、なんかいや、めちゃくちゃ傷跡残せたんじゃないかなと思います、この有明アリアにブサーッつって。
まあね、でこれからねこう自分の活動を広げて、まあ、今はこうオープニングとかでちょっとショーをやらせてもらうぐらいですけども、この一パフォーマーとしてアーティストが少しずつこう上に上がっていくこの、ね、道をねこれから見せていきたいなと思いますので、有明アリーナでワンマンライブを絶対やります。頑張ります。その時はカットってねうっていう。ありがとうございます、はい、ということでありがとうございました。